猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か？なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は？増えてではない。よし。猛虎は何頭の馬を踏み。ネギを発進だ。木こりの宿営に向かおう。坂井様、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐに。今の見ました。ユナのやつ、変わった友ができたな。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。あ、
そんなのケダモノがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。今だ。殺してやれ。押そう。お前ら集まれ。走り急ぐぞ。志村様が援兵を募り軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないのか。志村殿には城がある。春までここをお使いにはなるまい。それまでに去ればいいんだ。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついユナ、まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても日槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って日槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。橋を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。Yeah!
ダミモンの仲間に加勢する。戦士も一緒だ。やっと分かった。あんたクロードか。だが山より大きいと聞いたぞ。今は戦え。どれだけ待たせんのさ。ケンジ隠れていろ。分かってはいるのか言って。おのおの方、怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつら、ただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。